はい、どうも、水口や、助けゲームでございます。今回はね、アイアンマン縛りをやっていきたいと思います。でね、ルールは簡単でね、アイアンマンの武器しか使えないってことで、アイアンマンの戦闘キットと、アイアンマンの下のブーツがあるみたいなので、それとか、あと、エネルギーライフルちょっと、使っていきたいね。あんまアイアンマンに関係ないかもしれないけど、ほんと俺雑魚だからさ、それだけは使わせてほしい。って言っていきましょう。最初がここか。ここ。ここのなんか六角形のところに降りていきましょう。取れるか取れないかで、これはもう勝敗決まるぜ。やばい。逃げろー！あ、ここに、なんかある。うわー、嘘だろ。拾えねえよ。お前だ。待って。待ってくれ。待ってくれ。おら！キモい！開けられてるわ。終わった。俺もう終わりました。何も抵抗できません。アイアンマンのやつを何としてでも俺が取るぜ。あれは俺のもんだ。なんでこういう時に限ってエネルギーが問題なくなってくんだよ、バカ野郎。ふざけんなよ。めっちゃアイアンマンで、あー取ってる。はい、よっしゃ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 、よし来た来た来た、アイアンマンのやつ、よしよしよし、これでアイアンマン一装備になることができましたよ。よっしゃー、オータイムーやる。貫通力な。危ねえ。当たれ当たれ当たれ。よっしゃー。うわー、もうアイアンマンの企画してたらもうバースでなんかなんか来ちまったじゃねえかよ。なんだよこれ。はーい。ファイヤーバーフケアガン。なにこれ。いつの間にかそんなの追加されてしまったとか。そっか。俺が遅すぎるだけなんだな。なんだあれは。食えない。ほらほら。おい。今回は、マーベル武器の、アイアンマンの縛りをやってみたんですけど、普通にいけるんだけど敵が強すぎる。ということでね、この動画面白ければチャンネル登録と高評価お願いします。じゃあね、バイバイ。